わかりやすい。こうなってるとわかりやすいよね。確かに。これ何もない状態でだと結構わけわかんなくなるかわけら、わかんなくなる、本当に。非常にこれは助かるね。ピットも4枚だよね。僕と同じ。スタンダード。スタンドアップ。じゃあ、この場合、こうして、スタンダード。バンガード。ランガード。俺のターン。はいスよ。タンド。ドロー。そして、もう大体俺も分かったから。ライド。そしで、て、最初は攻撃できないんだもんね。そして、コール。で、最初攻撃がターン。はい、どう。で、高校はいいんでしょ、もう最初から攻撃して。いいよ。高校の方が、じゃあ、有利じゃん。でも、先行は、グレードを早く、なんか、早く上げることができる。でもじゃあ5000じゃんってなったらさ、5000以上の出せばいいだけの話でしょ？ある意味。ある意味。ナイトスクワイアレンをでしょうか。あ、本当だ。こういうの効果ないやつもあるんだ。書いてないね、効果何にも。ある。こういうなんか効果何にもないやつもたまにあるみたいですね。こう、書いてない。何にもないよ、効何も果。ない。見習いアイドルカレンを、こう。攻撃で、8000、7000だから1万5000。5000を攻撃、ノーガード。ドライブチェック。ドライブ、俺がドライブチェックなの？はああ、そっか、俺がドライブチェック。い。ん？今、トリガーない。なないから、自分の手札。そう、手札だ。ダメージチェック。ダメージチェック。何もなし。あっ、いいあ、そうカか、そうか、これがいいカードだね。いいカードだけど、ダメージ。どうぞ。ード。そういうことある。そうだ、いいカードじゃん。俺のターン、スタンド。ドロー。ああ、ないな。グレード2にライドできない。ヴァンガードにアタック。で、それだけ、ここだけを注意してみればいいってことでしょ？勝ってるから。そういうこいとじゃや、ないの？違う。5000違うとの？7000。そっか。そっか。後ろにいるから、ブラストされちゃって結局勝っちゃうんだ。ドライブチェック。ノーガードっていう。ノーガード、ドライブチェック。そうか、あ、そうか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 。今してなかったっけ？それはなんか早めにガードしといたらいいってこと？いいのか、どっちなの？ああ、いや、後になった方が。方がいいの。じゃあ今食らっといた方がいい。ダメージ、ドライブチェック。あれ、したっけ？忘れた。してないじゃん。してない、してない。しチてェない、してない。ダメージチェック。お、星。クリティカル。でも、この場合は意味ない。ダメージ受ける場合は。ダメージ受ける場合はどれが有効なの？チップ、ヒールだけ。ヒールだけ。で、攻撃するときはクリティカルとかが有効。これも？引く前も？前もドローも有効。ドローできるかうわぁ。攻撃の時に出てくれればね。ら。っていうパターンが結構あるわけだ。なるほどね。ターンエンド。あるぞ、黒が。いや、もうこれ、なんかややこしいからね。なしにし。なんで？4が、普通のヴァンガードとはちょっと違うっていうか、なんかストライドとか、なんか意味わかんない意味わかんない。やつがあるから、ちょっとこれは待機。なんで？星4は嫌なの？入れたら、入れない方がいいの。ある意味、ジョーカー的じゃん。ずるいから、あっきり言ってグレー強ド。すぎる。強すぎ強る。すぎる。スタンド。まあ、じゃあ一応見せて。動画にするから。あ、こいつね。ライトエレメント。ドラゴンナイトブリッジ。コール。で、スタンドして。スタンドして、まず1個。緊急性マフリン。ここにもコールして、ここにコールにも置けるよ。起きる。これはさ、1から2にこうできんの？
できない。ヴァンガードサークルだけ。ここ、ヴァンガード、ディアガードサークルでは。じゃあ基本的に1はこうやってずっと持ってた方がいいわけ。ずっと2とか3が出た時に。うん。うん。ここに置けばいい。でも3が出たら1、3、1はいいんだっけ？いい。だから、プラスされるから。あ、でもここが、そうかそうかそうか、3の場合じゃ、3の方がいいわけだ。3の場合じゃなきゃ、ここはグレード3コールできない。あ、そうなんだ。それ言ってくれ、早く。2が、今は、21しかダメ。うん、20とかに、うん。早く言えばよかったけど。あ、これもこう。じゃあ、とりあえずじゃあ今、こうしとこう。ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。ダメージチェック。よし。いいカードだったんで。これもいいカード、はい。はい、なんか結構いろいろあるね。ノーライフキングデスアンカー。ダークレギュラーズって何？ああ、ダークレギュラーズっていう属性があるの。クラン。ヴァンガードのクランね。種類的な感じ。そうか、種類って意味ね。種類、属性とかそういうのでしょ、ある意味。うん。そんな、8枚以上って書いてた？ 8 枚以上もそんなのある？うん、まあ、ドロートリガーとかが引いたりして。引いて、そんなにいっぱいになる？なる。うん、わかった、はい。結構いろいろ書いたね、バミューダ。グレートネイト。ドライブチェックした？した。ああ、じゃあ僕の番。はい、スタンド身が来ない。ドロー。3ばっかり。よし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 。そしてヴァンガードにアタック。ノガド。ノガド。ドライブチェック。ドライブチェックだけだよね。ダメージはいかないよね。え？行くんだっけ？行くわ。そうだそうだ、プラスだ。行くわ。プラス1。行かないね。はい、ドラゴンアーマードナイト。さあ、行くぜ。ドライブ。ドロー。あ、ここスタンドしてから。スタンドドロー。はい。オッケー。ちょっと待って。スタンドドローね。うん。オッケー。3があればライドできる。無敵怪人アフェクトゼロゼウスをしようか。メガコロニー。そして、うん、アルフレッドアイをしようか。あ、これいいカードだ。いいカード。仙道愛知が持ってたカード。仙道愛知が持ったカード。そうそうです。アルフレッドアーリー。うん。で、下にはスチームメイデンランナー。おー、これ結構これ強いんじゃないか。2回攻撃できる。はい、1回個目攻撃。はい、じゃあどっか攻撃。はい、はい、こっちまだ攻撃。ノーガード。ドライブチェック。はい、はい、ドライブチェック。はいはいはい、手札マトシスターバニー。はい、でもそういう手札見られちゃうんだね。トリガーチェックに行っちゃった。ドライブチェック、うん、はい、どうぞ。ダメージチェック。うん、なんでここで2なんだよ。これもいいカードですね。いいカードっぽい。寄付へのリパンダエスクラド。よくこんなに考えるよな、モンスター。グレード2で、今度はこっちで攻撃でしょ。いいんでしょ。うん、でもドライブチェックはできないよ。あ、そうなんだ。うん。あ、そう、こっちじゃないとできないんだ。こっちじゃないとできない。あと2枚やるんじゃなかったっけ。それはどう。あ、そうだった。ほらもうなんか忘れちゃうんだよな。じゃあ2枚もう一回じゃあ入れます。はい、じゃあ俺っていいでしょ。うん、はい、どうぞ。いいよ。あ、はい、ダメージチェック。ダメージチェック。よし、これ勝ったんじゃねえか。俺グレード2が来ないせい。でもそろそろもうガーディアンサークルでガードしながら行った方がいいんじゃない。そうです。どうなの。ない。え、
嘘、ガードカードないの？だから1と0としかない。グレード1のグレーガード力とグレード1のかガードとグレード0のガードしかないから1と0、1か0のガードしかできない。え、グレード1か0のガードしかできないの？うん、グレード3はそうか、ガードのここないもんね。で、ないで、グレード2のガードもできない。ここが1だった場合、1だった場合できないんだ。え、じゃあこれが2になれば2も OK。 うん、そう。じゃあ今じゃあ俺3だから3のやつもできるってこと？ガード、いや3のやつにはガードがないってこと？単純な、な、3は必ず攻撃だからガードじゃない。はい、わかりました。じゃあもうほぼ勝ったな、これ。じゃあこれがいいの出ないともう終わりだぞ、お前。ドロー。あれ？グレード2終わり、3のドローして攻撃。まあ一応勝ってるね。うん、勝ってる。ダメージ5000足す。はい、ドライブチェック。7000、ドライブチェック。クリティカルは出ず。出ず。ダメージチェック。お、出たで、こっちも黒の強いやつ。はい、いきます。ドロー、スタンド、スタンド、ドロー。いいの声出して。忍者ヒガンドマ、うん、出していいよ。海鳴りのパンチ攻撃でしょ。そういうんでいいんでしょ。うん、はい。ドライブチェック。ガード、クリティカル心配性を考えて、で 2枚出すことができるんだよ。できるんだ。1万、はい。ここが5000で、5000、1万5000、5000と1万5000、この場合は。でこうやってこうすることによって2万になる。でどうなんの？ここは1万8000じゃん。うんうん、ガードしたじゃん。1で、ドライブチェックが来て、5000が来たら、クリティカルが来ない限りダメージいかない。いや、どっかのトリガーが来ない限りはダメージいかない。はい、2枚いけんでしょ、でも。あ、でもえ、いや、またこうやってこう、ガードする。え、そんなにいっぱいやっちゃっていいの？1回でいい。だって、こっちだと攻撃できるんでしょ。ね、できるよ。いいの？一回このやガードしちゃって。あー、どうだろう、ね、頭悪いんだよな、俺。じゃあいい。じゃあ、この状態だと、クリティカルが出ない限り、いや違う、ドローかスタンドトリガーかヒールトリガーが来ないか限りガードは攻撃ができません。なんでクリティカルは大丈夫？クリティカルはもう大丈夫でしょ。ヒールは別に関係ないじゃん。ヒールもプラス5000になるよ、攻撃力が。うん、ヒールもスタンドトリガーもドロートリガーも全部攻撃力アップな。うん、アップだよ。え、そうなの？そう、ダメージにはこれだけなのに。まあね、ダメージにはこれだけなのに攻撃力は全部いいんだ。うん、じゃあいきますよ。攻撃力が5000上がる。さあ、出るか出ないか重要なとこですね。2枚、いくよ。2枚ドライブチェックでいくよ。ドン、フラワーリーリフラガーデンでした。で、手札に戻す。手札に戻す。はい、もう1枚。はい、出ない。ってことでガードできたと。5000、1万、2万で、はい、1万8000でガード。ガードしたけど、もう一回こういうことでしょ。うん、下起動もう一回。はい、攻撃。あ、こう下はね。あ、はい、攻撃。1万7000です。またガードしなきゃもうやられちゃうよ。ガードするしかないじゃん。いや、まだ4枚だから。5枚になった時にいっぱいした方がいい。いっぱいした。そんなギリギリの状態でいっぱいあんだ。うん、じゃあノーガード。ノーガードでいいんだ。はい、じゃあ、これもまた2枚。いや違う、あ、そうごめんごめん。ダメージチェックからいきます。たまに忘れんだよね。たまに忘れんだよね。で、ダメージチェック。そう、ダメージチェックだけだ。
お、ヒール。1枚。ヒール。お、まさかのここで、ヒール、ヒール出た。ヒールトリガー。で、もう一回できる？できる。できちゃう？忍獣ヒガングマ、読みなりの番士で攻撃。ダメージチェック。ノーガード。ノーガードいいね。はい、ダメージチェック。クリティカルだけど、ここが、はいはい、だ、5000、プラス5000に上がるだけで、クリティカルの効果は意味ない。5000、ここ。それそうだよね。攻撃の時にだもんね。うん。はい。はい、で、俺はこれはドライブチェックはできない。はい、終わりです。ダメージ。スタンド。俺のターン。スタンドでドライブ。さあ、2が出ないとやばいぞ。ドロー。なんで来ないんだ ?2 出ないの2出ないともうやばいじゃん。だからこういうこともできる。コール、コール。ああ、そうね。もうそうしていくしかない。いくしかなくなっちゃうんだ、こうなってくると。ああ、でもなあ、どうしよう、ガードできない。そうだね、そうするとガードできなくなっちゃう。ガードできなくなっちゃう。じゃあもうこれで基本終わりなのか。終わり。もうきつい。うん、じゃあ、いきます。バンガードにアタック。14000ダメージチェック。この時はドライブチェックできない。俺は なんで。あ、そうだそうそうだそうだ。でも両方これは攻撃しないの？いや、だからこれをした後にこれ。あ、はいはいはい。じゃあ俺だけ。あのトリガーが来て5000に上がっちゃうと思うから、パーこのパーが5000に上がっちゃうと思うから、その心配性を考えて。5000上がっちゃうって、なんでだから、トリガーが来たら、これ5000に上がる、プラス5000になる。え、そうなの？そうだよ。何が来ても？何が来ても。それ早く言って。はい。何もなし。ダメージ。はい。いろいろと教えることがある。まあ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 。はい、どうぞ。攻撃。攻撃で行くけど、俺もうガードしていい。もう何枚 ?4 まだギリギリ大丈夫。ギリギリになってからやるもんなの、こういうのって。そうだよ。 5枚になってからやんの基本。うん、分かった。じゃあダメージ食らいます。ドライブチェックしろよ。ドライブチェック、何もなし。はい、行こう。ダメージチェックなし。はい、じゃあこっからが本当の勝負なんだね。同点だけど。うん、そう。はい、ターンエンド。はい、こスタンド、スタンド、ドライブ。ここ2の時はもう3はポンって出せないわけだから、こいつはどうするの。ずっと置いたままにした方がいい。こいつは置いたままにした方がいい。じゃあ3置きたかった場合どうすんの、こういう時に。ここにライドスやる。するしかないんだ。するしかない。で、ここにグレード3置いた場合、これがここに置かれるんだよ。ドロップゾーン。あ、じゃあ代わりっていうのもありなんだ。代わりっていうのもあり。でもその代わり、こうやってだ、こうやってガードはできないよ。そう、まあ、ある意味、生贄みたいな。生贄。じゃあ俺はクレステッドドラゴンをまた1万1000から1万3000に上がります。攻撃ガード、もうガードするしかないじゃんだからでしょ、ガードするしかないよ。あー、でも25000ギリ守った。はい、守った。で、ドライブチェック。ドライブチェックだけ2枚でしょ。2枚。はい。はい。はい、何もなし。何もなし。ガストブラスタードラゴンとザ・ダークディスマスター。なんか風景が一緒ですね。うん。これ、あの、鈴鹿も2年間、はい、使用していたカード。はい。25000だから、2万と25000だから、ガードしたってこと。したってことで、いきます。で、もう一回攻撃。17000ノーガード。もうガードできるカードがない。はい、じゃあ
勝ちですね。で、これが出ないとドライブチェックができないから勝ち。はい、勝ちです。よし、さんの運ですね。わりかし運だな。うん、2が出てたんだけどね。それいつ出てたの？あ、この時点。さっきの、さっき、さっきのところ、さっきのどこだっけ。ダメージチェック、ダメージチェックのところなんだ。一応ここでも出てんだよね。うん、そういうデッキの調整をした方がいいと思う。した方がいいね。なんか自分なりにこう考えて1と2と3をバランスよく配置させるっていうのがやっぱりコツなのかもしれませんね。今は適当にこうやってばらけさせてるみたいですけど、R35 がよくデッキを、うん、今度はじゃあよくデッキをあれしようか、うん、まずでやってみましょう。他にじゃあどんなカードあるのかちょっと見ていきましょうか。まずこのデッキは終わりだから、今もうなんかいいカードみたいなのありますか。この動画で紹介できなかったファイヤーレオンとか。はい、ファイヤーレオン、いいカードみたいですね。ちょっと置いといて、いいカードあったらちょっと教えてください。これとか、槍の化身タワー、クリティカルです。あれ、何もないわ、何も書いてない。槍の化身タワー、いいカードかも。いいカードかどうかの判断基準はどこなの。どこって言わない。シールドが多いやつ。とにかくセンチネル、センチネルがやっぱ強い。強い。ヴァンガードでも、なんか、生贄に、グリルさんを生贄にして。生贄にしてっていう。落日のスペディウム、ダーツ。千年の盾みたいな感じ。千年の盾みたいな、デュエルで言う。あ、これだ、これ。ルノディア。はい。センチネル、これも。これもセンチネルっていう。やっぱりなんか強いカードは、センチネル系ですね。シールドがなんか金ピカ光ってるやつ。うん、センチネル持つカードは合計でデッキに4枚まで入れられる。え、合計でデッキに4枚まで入れられてどういうこと。あ、そうか、4枚までこういうのは OK なんだ、うん、はい、はい、じゃあ次のデッキいきましょう。